大丈夫です。そっちに180人ぐらいいるでしょ。そっちには180人いるね。この間金梅が言ってましたよ。俺一人で飯食ってるんじゃない、3000人で飯食ってるんだ。名言名言。言ってましたよ。一人で温泉行っても寂しくないんだよ。まあそれは引っかかってもらう。え、リアリー、なんか雰囲気ありですね、なんか全然感じない。ほら、なんか奥に行くにつれて雰囲気悪いんだけど、いや、でなんか朝方見つかったらしいですよ。いや、人来ないですもん、こんなとこだって。やばいよ、やばいよ、やばいよ。おかしい、おかしい、おかしい。違う意味だ。え、クモの巣が一番嫌だな。何嫌だって。うわ、もう嫌だ、無理無理。やだ無理。やだ無理。やだ。うわあ、クモの巣ついた。うわあ、キモいキモいキモい。キモい。納豆かってね。自分が連れてきたやん。そう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 。大前提として、おっと、前前とか言ってる。お化けより雲のが怖い。お化けより雲のが怖い。雲の気持ち悪いじゃん、めっちゃってなって。かわねえ。暗いな、でも本当に。いや、見えるわけないじゃないですか、クモの巣なんて。なんか、オープンの方に何見えてきた、後ろ姿が。やばいかもね、俺、T20 もないです。T20 もないです。あ、でもめっちゃ夜景綺麗。すごく綺麗。そう、夜景が綺麗なんで、びっくりした。夜景めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。やば。あ、これ展望台。めっちゃ風気持ちいい。気持ちいい。うわー、すげー。じゃじゃん。いや、心霊スポーツじゃない。めっちゃ綺麗、普通に、うん、綺麗。すごい綺麗。よくさ、立っとるんですよ、これ。チュッ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 ってリア充が女と男に来て。何ですか、男と男だとちょっと
ここで夜中チュッチュッチュッやったんですよ、マジで、気まずくて行けやしないの、ほんとに。石井さん、あそこに引っ越せば、あそこが見えるんじゃないか。あ、そういうことですよね。そうですね、やったじゃないですか。うわ、すげえ。でもめっちゃ綺麗、ここ、綺麗。多分、これはおそらく津波の避難場所やな。まあ、そうだね。どっちかというと夜景スポットじゃないですか。心霊スポット、めっちゃ気持ちいい。ねえ、気持ちいいね。まあ、ホラー、チュッチュしらせがおったり、ヤンキーたまったりとか、いろんな意味でホラーこと。心霊スポット、シャッピーが好きな夜景スポット。あハルコももっとどんどん見れるのね。知らないヤンキー、ここでなんかねヤンキーさ、なんか16、7歳ぐらいの原付乗ってる小僧がここでね、卵を吹かしながらね、なんかわちゃわちゃってんの。じゃあなんか心霊スポットってヤンキーたまりません？たまる心霊スポットで夜景スポットでヤンキーたまるよね、なんか知らんけど。そう、夜景検査検診スポット夜景検診スポット、わらわらって。どうですか？綺麗ですね。オチがこんなんでした。いや、全然大丈夫です。オチが2人で、あ、でもカメラで見ると結構綺麗。いや、本当だったらあの後ろモヤモヤってなってるところがもっと綺麗に見えるんですよ。はい、残念でした、ね、じゃあ、はい、心霊スポットでオチでした。本当ですね、ピントが合わないさよなら、さよなら、さよなら。内緒です。どっから行くんだっけな。え、でもここ、うん、ほんと何年前これ首捨てだったんですよ。ここマジ。え、ちょっとこれほんとっすよ。ガチ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 。え、イッシーさん、オレンジの近くの公園も首吊りあれ。マジで。あの、トコデイがあるところ。どうしたの、知らんきゃよかった話なのに。おかしいから行きましょう。じゃあ、ボクちゃん後ろからついてくから。ボクちゃんとか言って。でもあの何年前かな、でももう10年ぐらい前ですよ、首吊りだと。10年って、でもそんな10年ですよね。うわー、暗い。感じ悪いですね、ここなんか。やばい。楽しそうとか言って。怖い。怖いね。今の気分は。え、今の気分ですか。じゃあまだ大丈夫ですよ。まだ大丈夫、まだ大丈夫です。普通に 夜の公園なの。あれ、こっちだったかな、そもそも。いや、なんか下に行ってますよ。違うな、こっちだな。え、違うな、なんか道が久々ですから分かんねえし。